じっくり焼いた方がいいと思います。とろりサクサク、うわ、はじけた。農作業が終わって農家の親父が作る農家ご飯、こうやって作ってます。農家の親父の作る農家飯で、今回はエッグベネディクトを作ってみたいと思います。買い出しです。赤いのいってみるか。卵は絶対必要だよ。カントリーブランさんです。お願いします。今切ってもらえるんだ。インゲン、大根、本田くんとこの赤い玉ねぎ、トマトね、卵必要です。お酢です。モーモー食パンです。牛乳たっぷり中島牧場の十勝さんの小麦で、私はベーコン好きなんで、うちの奥さん肉食べれないんで、ハムにすると食べれるみたいで。ソースに使うのは卵、胡椒ね、マヨネーズ。 YouTube 見るとマヨネーズ使ってないんですけど、バターだけで使うとすごい大量でね。バターです。四つ葉にしてください。明治でもいいみたいですけど、でもレモンちょぽっとで、一番大事なの、料理が出来上がる前に俺が出来上がってしまいそうだ。トカチメムロ、インゲン、お湯で2分間茹でてください。切りたいと思います。尻尾も切ってください。こんな感じ、半分に切って、シュッシュッシュッ、切れないね全然。手で切ります。新鮮です。あ、美味しい。甘くて美味しい。水にしばらくつけておきましょう。絡み取るのに、まあ、あの先ほど皮むいたんで簡単にできます。水を切っといてください。美味しそうに茹で上がりました。綺麗に洗ってください。輪切りにしたいと思います。これちょっと取ります。大胆に切ってください。で、焼きますんで大きめに、ちょっと分厚く。こんな分厚いトマト、これ葉っぱついてるじゃないですか、もったいないから、こういうとこを切って、付け合わせの野菜と一緒にこんな風に切ります。はじめこのベーコン、丸大食品のね、この分厚い3枚でいくか。これは焼きます。はい、これ焼くものです。パンの上に乗っけるものです。でポーチドエッグを作りたいと思います。水を入れて沸かします。お酢を入れます。私は 3,4 杯でいいかなと思ってるんですけど、1,2,3,4。あのポーチドエッグ、YouTube とか見るとぐるぐる回して、このセンターに入れなさいっていう方がいるんですけど、絶対ダメだと思います。お湯の動きによって白身が散ってしまうんですね。ですからちょっと弱くしながら、私はこうやってやってます。こうやってそーっとそーっと入れて、こんな感じで白身が散らないように、そーっとそーっと、そーっと入れます。これでも散るんだけどね、難しいのさ、ポーチドエッグは。で、まとめて4つやっちゃいます。そーっとそーっと、うわ、ちょっと火強いか。ですから、この四隅、今度はこっちの隅ね、こういう感じでそーっと入れて、そーっとね。で、こう様子見て、最初に入れたのどれだった、分かんなくなったね。出来上がったら氷水に入れなさいって言うんですけど、氷が氷見に刺さってばらけちゃいますから、やめてください。一番気使うところね。おー、ちょっと見てこれ、見えます、これ特許泡の式ポーチドエッグ。どうだ、これ酢入れるのポイントね。これ茹ですぎ注意ね。そーっとこの水に入れましょう。冷やしましょう。うん、完成。バターを溶かします。今回はちょっと多めにソース作りたいんで、60g。これで15個かな。一応ラップしてください。40秒ぐらいでこんな感じで溶けましたが、YouTube とか見れたらとんでもない量使うけど、そんなに使わなくていいです。お湯を入れてですね。あ、これぐらいでいいね。これで混ぜます。オーランね、今回3つ使ってます。ここにマヨネーズを大さじ3杯。1、2、3杯入れました。オーランをとマヨネーズをこうやって混ぜて、こうやって温めながら。で、バターを先ほど溶かしたのをいっぺんに入れちゃうと、少しずつ入れては混ぜてください。お、とろみが出てきた。とろみ出すぎてるなと思ったら、ちょっとお湯から出してね。これが固まりすぎるなと思う時があると思うんです。その時にはぬるま湯を足してください。これにむっちゃうまそうだぞこれ。ちょっとお湯足します。ぬるま湯がいいです。小さじ1にします。このソースが決めてね。こんなんでどうですか、ね、オーブンで焼きたいと思います。トマトやらベーコンを焼きたいと思います。はい、ベーコン焼きます。丸大のベーコン、いやちょっといい香りだねこれ。この油がねなくなるから、強く焼くよりもねじっくり焼いた方がいいと思います。ちょっと野菜をね盛り付けたいと思います。大根、玉ねぎ、こんなもんでいいか。メムロフーズの茹でたインゲンです。どこに置く、インゲンもたっぷり食べてください。体にいいですから。あのクソでかいハーベスターで収穫したんですよ。匂いだけでこの液体が、いいぞいいぞ、いい感じだ。トマトがまたね、これからねこのトマト焼きますから、このソースをかけると野菜食べたくなるんだよね。はい、じゃあ全部4ついけるかい。おいよ、
あ、ダメだ。うわ、パン多いねこれ。ちょっと大きすぎたか。どうしましょう。焼けたトマト、こんな感じでトマト乗っけます。ハーム、ハーム、ハーム、ベーコン、ベーコン。すでに美味しそうじゃないこれ。そーっと、こいつも、ほれほれ。これもね、これを開けます。最高。これがすべての味噌だね。最強だよ、最強。今日だぜ。無事完成しました。イエーイ。はい、じゃあちょっといただきたいと思います。いきます。ポーチドエッグ。お、見える？この、おお、見てこれ、とろっとろやよ。このベーコン、この野菜たちとね、あえて食うのが美味しいのさ。分かってください、稲葉明。結局量多いねこれね。ベーコンね、えんげん、ほんと美味しいから絶対に合う。このオランジソースと見て、サク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 。うわ、はじけた。頑張って作ってよかったね。いんげんね、いんげん合うね。いんげん最強。もっと茹でればよかった。ビューだよ、ビューだよ。とっ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 と、全部茹でればよかった。これむっちゃくちゃ合うよ。 J メドラの買っていんげん合います。もうお腹いっぱいになる。うめえ、早く孫うめえ。パン1枚でよかったね。冷凍の買うのが一番楽だよ。いやいや、このオランディーズソースとインゲンがむちゃくちゃ合う。美味しかった、ごちそうさま。